昼ごろ、天の目と合流すると、網を預けた病院へ向かった。もういきなり噛んだからやり直したい。天の目が網の相手をしている間、俺は診断した医者から説明を受ける。網の体は健康そのものだったが、脳波にわずかな異常が見られたという。アルファ肌の、ベータ肌の言っていたがよく覚えていない。結局、医者が精密検査をしたいというので、もう一晩網を、不安やな。網はもちろん不満そうだったが。もう怖いよね、一人にしとくの。夕方前、俺と天の目は基地掃除駅へと戻ってきた。駅から出ると、真夏の刺すような日差しが容赦なく照りつけてくる。まずいな。太陽が眩しすぎる。衝動的に誰か、お前、さすが木島くんの友達やな。中二や。俺の右手がうずくぜ。ライト、クロウサギに避難しよう。このままじゃ目玉焼きになる。あんまり昼間の街ってこのゲーム見ないから新鮮やね。太陽から逃げるように俺たちはクロウサギへと逃げ込んだ。そして冷房の風で涼みながら飲んで喋って時間が過ぎるのを待つ。夜になったら大江が来るらしい。災害原因判定書の判定が済んだそうだ。悪い悪い、遅れてしもたわ。連れと話し込んでたもんでな、堪忍や。あら、みんな来たの？俺みたいな中年にこの暑さは厳しいぜ。いや、木島、元気そうで結構だ。昨日は私に会えなくって寂しかっただろう。あんたら一緒だったのか。俺も火災原因判定書の中身はずっと気になってたんだ。判定結果は一足先に聞かせてもらった。おかげで余計な仕事を背負い、なんやったん？立ってるものは親でも使うんがうちの流儀やさかいな。どうやら応援に何かを頼まれたらしい。そんなわけで私とバンは早速失礼するよ。もっと君と話したいんだが、急がないと新幹線に遅れてしまう。え？どこ行くの？一緒に行くの？殺人党絡みで西の方へ出張さ。詳しくはそこの応援に聞いてくれ。バン行くぞ。というわけだ。じゃあまたな。二人でなんか調査すんの？バンとロゼは慌ただしく去っていった。まるで嵐のような忙しさだね。今の美人、例のロゼさんだよな。自己紹介できなかったのが残念だよ。熟女好きやもんな。さて、うまくやってくれるとええんやけど。殺人刀絡みとか言ってたな。何を頼んだんだ？その前にまず、こいつの説明をしようか。そう言うと大江はポケットから見覚えのある書類を取り出した。ほら、先に返しとくで。あ、返してくれんの？科捜研に黒塗りで読めへんかったところを調べてもろた。で、これは予想通りに桃井デパート火災のもんやった。それって殺人と、岡山がテープレコーダーで言ってたやつだよな。俺は聞いたことないんだけど。10年も前にあった火災やし、知らんのも無理はないか。僕たちはまだ鼻垂れのガキだったからね、ニュースなんか興味なかったよ。そういやライト、君と会ったのもその頃だっけ？そうだっけな、全然覚えてない。君って男は、そんな怒るほどの。刑事さん、話を続けて。それってどんな火災だったんです？大江はしばらく黙り込んだ後、静かな口調でゆっくりと語り始めた。桃井デパートは新座駅前にある老舗の百貨店やった。
10年前火災が原因で休業したんやけど、それをスミーグループが買い取って壊しぶっ立てたのがムーンタワーや。あー、火災跡地か。エレベーターの先にデパートのフロアが現れたのもそのせいだろう。弥勒亭のように怪異の存在が怪現象を引き起こしているのだろうか。デパート火災の現場は5階のおもちゃ売り場やった。おもちゃ売り場で火が。新聞やテレビでは照明による火災か漏電火災やないかと言うとったな。原因がどうあれ、それで20人以上が亡くなった。犠牲者のほとんどが家族連れや。ちょうどクリスマス前やったし、家族でプレゼント見に来てたんやろな。最悪のタイミングやな。以上が10年前の当時、ニュースで報道されてたことや。ところが、けどな、真実は違った。それを教えてくれたのがその判定書や。黒塗りにされてた部分に火災の本当の原因と現場の状況が書いてあった。本当のね。そや、現場の床にはな、ガソリンの撒かれた跡があったんや。つまり放火か。そういうこっちゃな。現場の状況から間違いなさそうや。事実と報道が食い違っとるのは証拠の隠蔽と情報操作のせいやろ。判定書もずっとミスで紛失したことになっとったしな。誰がそれらを指示したのか。あんたに聞いた岡山のボイスレコーダーの内容から想像つくけどな。つくけどな。岡山はスミーグループの会長石丸昇に火災の件を聞こうとしていた。岡山は火災の真相と石丸の関係を疑っていたのだろう。岡山はな、火災で旦那と息子を失っとる。その敵討ちのために石丸を追い殺された。殺人刀が判定書を持ってたのも岡山がどこかでに手に入れたんやろな。議員さんやったらしいし、そういうコネがあってもおかしくない。大した執念ね。判定書を大事に持ってたってことは、死んでもまだ事件に執着してるのか。なんせ身内が死んだんやからな。真相究明のために何でもするって気持ち、うちにはわからんでもない。一ついいかな。火災の原因は放火って話ですけど、犯人は見つかったんです？いや、まだ見つかってへん。判定書にも書いてなかった。ただな、頭のおかしい奴なんは確かや。でも隠蔽するってことは身内じゃないんかな。判定書によると、火災現場からは銃が見つかったそうやけど、犠牲者の死因のほとんどは焼死やったらしい。殺すだけなら銃を使えばええのに、わざわざ焼き殺したわけやん。それに発見された焼死体のほとんどがな、互いに鎖でつながれてたそうや。鎖って何のために？うちが知るわけないやろ。犠牲者の拘束とか互いに監視させるためとか、判定書には可能性が列挙してあったわ。中にはオカルトなのも混ざっとったけど。放火犯はな、つくよみ鬼さんをやろうとして。つくよみ鬼さん？待てよ、つくよみ鬼だと？言ってたね、つくよみ鬼。かくやちゃんが言ってたよね。間違いない、アミが教えてくれた名前だ。今始まんの？かくやなしで。じゃあ今晩は天野目くんと大江さんで行くの？でも行くってどこに？だが今回はいつもと違う。
俺の格闘遊びは、格闘が俺に怪異の名を告げてから始まっていた。今回はまだ、格闘は、え、アミちゃんがさ、あれ格闘じゃないよね、まさか。だってアミちゃんの口から、つくよみょうにって話出たもん。不意に意識が遠のきそうな感覚に襲われ、思わず頭を押さえてしまう。ライト、どうしたんだ？呪いだよ。格闘の呪いがまた来た。嘘だろ。格闘の事情なんて知るか。確実なのは、今日中に月読み鬼を何とかしないとやばいってことだ。感覚がめちゃくちゃ狭まってきたね。そうだね、今は考えるより行動だ。君は今まで生き延びてきたし、今回だってどうにかなるさ。刑事さん、その月読み鬼さんのことさっさと話してください。つくよみ鬼さんは当時中高生の間で流行ってたおまじないでな。ある儀式をすると、つくよみ鬼って霊が現れて、何でも願いを叶えてくれるらしい。そのつくよみ鬼ってのが何なのかはよう分かれへん。神道の神様であるつくよみが名前の由来とは言われとるけど、単に月のある晩やないかと現れへんからそういう名前になったんが真実らしい。こっくりさんのこっくりも当て字みたいなもんやしな。つくよみ鬼さんの儀式は月のある晩に行わんとあかん。呼び出すために必要なものは鎖と燃えるもの、それと手鏡が2枚や。まず自分を囲むように鎖を置く。鎖によって区切られた空間が儀式のための祭壇になるそうや。次に祭壇の中で用意したものを燃やす。燃やすものは何でも偉い。え、じゃあデパートのやつって人燃やしたってこと？叶う願いの大きさは燃やしたものの価値に比例するそうや。うわ。もし願いが叶わなかった時は、燃やすものがしょぼかったってことやな。え、怖っ。燃やすものに火つけたら、それが燃え尽きる前に、つくよみ鬼を迎えるための呪文を唱える。つくよみ鬼さん、つくよみ鬼さん、どうぞおいでください。呪文が終わったら最後の仕上げや。手鏡2枚を使おうて合わせ鏡をすると。つくよみ鬼が現れるそうや。以上がつくよみ鬼に関するうちの知ってる情報や。これまでの怪異の噂とは少し毛並みが違うね。誰かが死んだとかそういう話はないしさ。鎖と火の組み合わせ、確かに放火の状況と似てるな。つまり放火犯は月読み鬼さんの儀式をした。そういう説もあるってだけの話や。放火犯本人に聞かへん限り謎やな。で、木島、これからどうすんねん。つくよみ鬼さんに挑戦。必要なのは手鏡、鎖、燃えるものだっけな。手鏡と燃えるものはともかく、鎖が厄介やな。金物屋はもう閉まっとるやろうし。どっかで盗むか。逮捕すんだあんた。もう少し考えてみるか。さてどうする。ほんなら全部やるんかな。それは無駄やろな。うちがさっき話した話もネットで拾った情報をまとめたもんやし。ほんならもうムーンタワーやな。
例のエレベーターの時間を遡る現象だ。あんなことができるのは怪異だろう。魅力艇でも似たようなことがあった。あの現象がまだ続いているなら、あそこにはまだ何かがいる。それがツクヨミオニかも。あー、なるほどね。そう、それ私も思っててん。あの殺人刀を倒した後にさ、これ倒したのにまだシード使えるんて。うん、そこに鎖も残っとるかもしれへん。ツクヨミオニさんを試すこともできるやろ。来る？オッケー。あ、来んの？もちろん僕も同行するよ。君のお守りは僕の仕事だしな。大口叩く前に幽霊アレルギーを克服してほしいもんだ。いやー、でもさ、こんだけついてくるってことはもうだいぶ治ってるんちゃう？今回はバンもおらんし、前と同じ手は使えへん。そういや、バンとロゼに何を頼んだ？ちょっとした野暮用やん。野暮用？殺人刀絡みとか言ってたが、実は岡山の実家のある熱海に向かってる。岡山が亡くなった後、彼女の私物は実家に送られたらしくてな。それを受け取りに行ったんや。手帳なんかがあれば殺人刀や火災の件がなんかわかるかもしれへん。よくあの二人が素直に従ったな。バンはスクープにしてええ言うたら喜んで行ってくれたで。ロゼはええ温泉宿を紹介したらやる気になってくれたわ。バンとロゼは遠くに出かけてしまったらしい。どうやら今夜の調査で同行を求めるのは無理そうだ。うん、大江さんやな、じゃあな。バンのやり方を応用するつもりやん。まあ、うちに任せとき。うん。木島くんのさ、会議が始まるあの唇出てくるやつあるやん。もうあれあったら2時間後なんて悠長なこと言ってられへんくなるよね。怖いわ、怖い。夕食食べに行くの？こんな状態でお前、マジで？木島くん死ぬで。俺は天の目に連れられて、新座駅前の高級料亭と行った。さすがに値段が張るだけあって、味は頬が落ちそうなほどうまかった。肉気が少なかったのは不満だが。大江と別れてからちょうど2時間後、新座駅にたどり着いた。休日前の金曜日とはいえ、夜も更けているので人の数はそう多くはない。さて、刑事さんの守備はどうだろうね。大江からだ。もしもし、ムーンタワーまで来たぞ。さよか、グッドタイミングやな。こちらも今、説得が終わったところや。説得？どういう意味？バンに買収された警備会社の担当と腰据えて話し合っただけや。うちの言うこと聞かんかったら、背任罪でしょっぴくってな。そしたら素直にな、な、いいのそれ。背任罪ってあんの？ほら、裏口のロックは外しといたから、さっさとムーンタワーに来んかい。屋上で待ってるで。あんたに見せたいもんがあるんや。すごいな、大江さんも。まあ、大江さん、結局、会議に対面はしてるか？まあ、殺人と落ち着いたとはいえ、よう一人で入るな。阿波野くん怖いやろ。念のため、周りを見渡してみたが、エレベーターホールに人の気配はない。刑事さんは屋上にいるんだっけ？何を見せたいのか知らないけど、さっさと行こうぜ。嫌やろな、天野めくんはなんやかんやで。私も嫌やもん。え？
あ、D メールかな？今は亡き場所の壊れた赤い怪物を探れ。今は亡き場所の。壊れた赤い怪物？え、これ、いけるかな？え、乗ってみていいの？念のため、行く？あ、乗られへんの？指紋認証の、伏線指紋、持ってないの？え？そうなん？え？うん、一応この回調べたけど、何も調べられるものないから、一旦屋上行こっか。待って、ここにあんのかな？ここのエレベーターの中にあったりして。まあ、確かに屋上になんか赤く光る何かはあった気がするけど。え、ないなぁ。行く？屋上に着いた途端に D カード失効する可能性あるけど。大丈夫？待って、この時点はどう？こことかどう？屋上に出ちゃったら、そこでしまいやけど、ここならセーフみたいな。ないか。来ちゃった。ムーンタワーの屋上は広々としたオープンテラスになっていた。晴れていたなら綺麗な星空が見えれただろうが、あいにくの曇り空だ。高いところから下界を見下ろすのって気分がいいよね。下界ってなんだよ。お、やっと来たか。なかなかええ場所やろ。うちのお気に入りの場所でな、ちょくちょく来るんや。うん、こんな場所にわざわざ？まあな。それで見せたいものってなんだよ。それやん。そう言うと大江は足元へと視線を落とす。まあこれね、そこだけむき出しの地面が広がっていて、その中央に一基の石碑があった。待って。このさ、赤いこれとか怪しいんちゃうかなって思ってて、あれ？これ、この赤いペンとかがさ、D カードかなって思ってんけど、違うんや。てか、まだ D カード有効なんやね。珍しい。石碑のつるりとした表面には、たくさんの文字が刻まれている。端に目立つ文字でこう書いてある。桃井デパート火災事故者慰霊碑。これはどうやら桃井デパート火災の犠牲者の慰霊碑らしい。死者を慰める内容の文章の後に犠牲者の名前がずらりと並んでいる。名前を順に見ていくと、その中に聞き覚えのある名字を見つけた。あー、岡山さんね。岡山桃太郎。まあ、桃太郎って、岡山県の名物っていうか、童話というか、逸話というか、あれやもんね。なんか、桃太郎ってつけたんかな？殺人と、岡山智子の旦那と息子か。岡山は家族を死に追いやった火災の真相を追っていた。そして殺されてしまった。そのまま読み進めていくと、ある名前で視線が止まってしまう。この名字って。わ。いや、なんかそんな気はしてんな。大江さんな。大江ってあるけどまさか。あんたの想像は合ってる。うちの父親と母親、それと弟や。ここに名前があるってことは、
10年前のデパート火災で亡くなったってことですよね。そうや、年の離れた弟へのプレゼントを買うために父と母はクリスマス前の桃井デパートに行った。うちは友達と遊ぶ予定があったから一緒に行かんかったんやけど、そのおかげで助かったというわけ。じゃあもしかしてあんたがムーンタワーの事件で無茶やってるのもそのせいなのか。そう考えてくれてもええよ。岡山智子って議員が火災の真相を追ってるのは知ってた。そのせいで住井の会長石丸昇に睨まれとったこともな。その後岡山は突然行方不明になった。どうにも住井の連中が臭い。殺人等の事件にかこつけてた住井の捜査で何か分かればと思ってたんやけど、まさか岡山が殺人等やとは思わんかったわ。大江は力のない笑みを浮かべた。刑事事件の枠をはるかに超えた結末だ。無理もないだろう。うちも岡山もあの火災で家族を失った人間や。殺人等の恨みや無念はようわかる。けど、うちは警官や。殺人等のやり方は認められへん。何としても止めたいと思う。ほんであいつの代わりに正しい手段で真実を追いたいんや。正しい手段ね。やってることは不法捜査だけどね。俺は大江が殺人刀に切られた場面を見ている。あの時は大江の無謀さに驚き腹も立ったが、殺人刀に自分を重ねた大江の感情を考えれば無理もないかもしれない。ところでこの慰霊碑だけど、なんでここだけ削られた跡があるのかな。慰霊碑に生前と並ぶ名前の間に誰かの名前を削ったような跡があった。ああ、それか。たちの悪いいたずらやな。いつの間にかそうなっとったわ。誰の名前が刻まれてあったんだ。そこまではわからへん。判定書には25人っていう人数しか書いてへんかったからな。個人情報は一切なしや。名前を削られた一人を含め、25人の犠牲者が出た火災。判定書によると出火の原因は放火で、犠牲者同士は鎖でつながれていたそうだ。10年前に何があったのか、火災は月夜にと関係あるのか、それをこれから過去に遡り調べなくてはならない。さてと、用事も済んだしそろそろ行こうか。問題の桃井デパートに向かわんとな。1階で特別エレベーターに乗るんやろ。やっぱりエレベーターに乗ったあの火災の頃の桃井デパート、あそこに散らばってたクリスマスのあの赤い飾りがDカードじゃないかなって思うねんけど。ボタンを押してもエレベーターが反応しない。繰り返しボタンを押すが扉は開かず、下からエレベーターが上がってくる様子もない。どれどれ、押し方が悪かったのかもしれないね。信用してない。木島くんのやること信用してない、この人。ん？突然どこからともなくシンバルを叩く音がした。それに混じってわずかなゼンマイの音が聞こえる。なんや、情けない悲鳴あげて。時代のボスがそんなんやと天の恵みの名が泣くんちゃうか。そうは言ってもですね、天の目はグーの根も出ない様子だ。音の発生源を探してみる。あのあたりから音が聞こえてくるな。あ、調べんの。ちょ待って、これここでセーブしようかな。なんか次々、あ、やばい、進んだ。あんまり大声出すな。
警備の者に目つけられたらどないすんねん。丸め込んだんじゃなかったのか。なるだけ面倒事は避けたいんよ。何があるかわからんしな。確かにあの人らも来たらまたえらいことになるもんね。霊障などなかったかのように床に置かれたゴリラのおもちゃを手にした。シンバルゴリラすごいな。もう木島くんやばない？平気で触るな、そういうの。